火矢とは、敵型の建築物に、遠距離から火を放つための矢のこと。現代の焼夷弾に相当する投射武器の総称である。火矢。元は常用の矢のカブの目の穴の部分に油紙、などの燃えやすい物体を詰めて発火させてからいるもので、あったが、火薬の伝来とともに、油紙の代わりに矢先に火薬を巻きつけて、矢を飛ばす間に、矢の頭部より、銅火線を通じて火薬に引火させる。 放落ビアなども現れた。後者のような兵器は前者と区別するため、ヒアと区別する場合もある。これらは遠隔で火を放つために利用される。多くは複数箇所から連続してヒアを放つ。防戦側の消火能力を上回るヒアを投入することで、放和攻撃とする。後に発達した放落ビアでは、到達すると筒状のペイロードとなる飛躍灯が割れて、 内容物が燃焼しながら撒き散らされる。より広範囲に火炎を発生させ、炎症性を高める。文献上では、日本初期、金明天の15年12月上に、12月9日に、白木を攻めた際、日本兵の畜死物の米爆金先が火やを射るのがうまく、夕方には城を焼いて落とした、と、記述がある。貝原駅券は、次女、和官名数続編において、 武芸14時中にシビアと共に、ヒアも記している。時代劇でもしばしば登場するが、こちらは撮影セットが、本当に火災を起こすと撮影どころではないため、針金やワイヤをガイドとして、そこに吊り下げたヒアを滑らせて、空中を飛翔する様子を再現したり、または燃えにくい壁面にあらかじめヒアを刺して着火し、針金を使って離れた場所から引き抜き、 フィルムを逆回しして飛んできた火アが刺さる様子を再現するなどの工夫が凝らされる。日本以外でも火アを使う戦術はしばしば行われたが、この中では、海戦初期の木造船の時代に、ギリシア火薬と並んで船舶に焼き打ちをかけるものが見られる。小舟の帆に火を放ち行動不能とする。ガレー船に対しても焼き打ちすることで、相手陣を混乱させ、船員を 消火活動に某殺させる。ありがとうございます。